セニョールベーストは日本の競争馬である。2012年に日本の競馬におけるサラブレッドの平地競争の最多出走記録を更新し通算409戦という記録を残した。2000年の北海道セールで588万円で取引が行われた。2001年7月19日に浦和競馬場の2歳新馬戦でデビューするも豪着に終わる。その後も 未勝利が続き2002年夏には名古屋競馬場へ拠点を移し2002年9月にようやく初勝利を挙げた2003年6月に拠点を高知競馬場へ移した後2012年2月には出走回数が通算300戦に達しダイナブロスが持っていた日本の競馬における平地の最多出走回数記録に並んだ2月11日に 最多出走記録を更新した。その後もセニオールベーストは競争生活を続け、2012年11月には1年6ヶ月ぶりの勝利を記録し、その走破距離は4 5 4トルに達した。2014年7月6日のレースでは、セニオールベストの出走回数が400回に達した。二千十四年九月十一日の競争を終えた後、セニョールベストが足をかばって、 歩くような仕草を見せたことから、管理調教師であった、総意次第は、セニョールベストの引退を決断する。9月26日付で競争馬登録が抹消され、引退後は、土佐清水市の足摺りの D 牧場で予席を送っていたが、引退からほどなくして2014年10月12日、長年展により休止した。 通算出走回数4 0 9 0 0は2020年1月時点においても日本の平地競争、あるいは日本のサラブレッドにおける最多出走記録であり、2位のミヤマリージェントとは同年生まれである。ありがとうございます。